ダイヤを取ろうとしてマグマダイブ。What's up, fuckers? 角からクリーパー。家に戻ったらクリーパー。直下掘りでマグマダイブ。スニークイス。手荷物の忘れられた不死のトーテム。軽い気持ちで殴ったらクリティカルヒット。エンダーパールミス。Mission failed. We'll get him next time.空腹状態を忘れてジャンプミス。DMT キャノンの暴発。エリトラで飛んでる最中に耐久が切れて落下し。ネザーゲートつなげて出たらマグマの海の真上。間違って村人を殴ってゴーレムが殺しにかかってくる。迷子。
マグマの近くで敵に襲われる。上を掘ったら砂利が降ってきて窒息し、地下渓谷の上から急にクリーパーが降ってくる。洞窟進みすぎて迷子。クリーパーによるチェストとベッド破壊。スポーン直後に渓谷に転落して上に上がれない。山の上から海に飛ぼうとして、あと少しのところで落下し、初期スポーン地点が孤島。Mission failed. We'll get him next time.あと数ミリのところで溺死。初期スポーン地点が巨大砂漠。
友達の裏切り。定置中に昔ちょっかぼりした穴に落ちる。ネザーから帰ったら全然知らない場所。エンダーアイが一つ足りない。エンドにツルハシを持っていくのを忘れた。エンドの島と島をつなげてる時に奈落に落下。レッドストーンで回路を組んでいる時に間違えて水を流して水没。耕されたブロックを破壊してしまう。頑張って作ったレッドストーン機構が巧みによって爆破。走って地図を埋めていたら、気づかず警告ダイブ。3 days later.気がついたらペットの馬がいない。
モンスターを殴ろうとしたとき、草が生えてて殴れない。エンダーマンに追われる。見られてはいけないものを見られる。小麦をあげてる時に柵を爆破され、動物たちが大量脱走。A few moments later.せっかく作ったコマンドが動かない。ベッドが存在しない。マウエボリ中にツルハシが壊れる。在地狱睡觉。廃校で迷子。はあ。村人にベッドを奪われる。
持ち物忘れでめちゃくちゃ A と外を往復するとき。馬が池に落ちて窒息し、A few moments later. Two hours later.スライムチャンクを間違える。2回連続で同じ死に方をする。大型スポナートラップを作ろうとしている最中にうっかりスポナーを破壊。木材 100% の A が暖炉のせいで全焼。毎回絶望的な瞬間に出くわされるブーブー。
間違えて大事なものを捨てる。家の地下を広げようと TNT をたくさん置いたら、多すぎて英語と爆破。マルチで作業してると、他の人にいつもいいとこ取りされる。縦一横一高さ2のマスに2人以上で落ちたとき、仲間に大事なものを預かって、その後マグマダイブ。間違えてトロッコから降りてしまい、置いてけぼり。マルチの相方が寝てないから、夜を越せない。初期スポーン地点がメサ。
洞窟探索中に食料がないことに気がつく。動けない。久しぶりにプレイしたら、新要素がたくさん追加されていて、追いつけない。家を広げようとしてカーペットが流される。トラップタワーを作ったら、効率が最悪。エンドラに吹き飛ばされて、奈落に落下。エンドラを倒した後、エンダーマンに倒されて、急いで戻った時には経験値がほとんどなくなってた。エリトラを着てないことを忘れて、奈落に落下。みんなの絶望的な瞬間を募集中。